You're listening to Shibuya Cross FM. こんにちは。始まりました代々木のサンセットパラダイス。この番組は代々木女子音楽院がここクロス FM さんでサンセットタイムのひとときをゆるく楽しく、時には時事ネタや情報発信の街渋谷らしい話なんかも混ぜたりしながらお届けします。この度の新型コロナウイルス感染症に罹患された方とご家族関係者の皆様に謹んでお見舞い申し上げます。また医療機関や行政機関の方々など感染拡大防止に日々ご尽力されている皆様に深く感謝申し上げます。政府自治体からの自粛要請も踏まえて、お客様出演者スタッフの安全確保を考えた対応として、本日は私森山さゆりが代々木を代表して皆様をナビゲート、無観客での放送となります。普段は代々木メンバーという心強い仲間がいますが、今日は私一人で不安もありますが頑張ります。どうか温かくご視聴いただきますようよろしくお願いします。はい、早速始まったんですけど、このラジオは本当いつもメンバーか、まあ、ゲストがいてすごくにぎやかな感じなんですけど、今日はね代々木一人ということでとっても緊張してやってきました。で、私自身本当にずっと家にいるので、電車に乗ったのもてか 家から出たのが本当に2ヶ月ぶり、あ、嘘ついちゃった、2週間ぶりぐらいなので、本当に外の空気を吸ってね、あ、こんな感じだったんだっていう風な感じなんですけど、今日はね本当にまあ、いつもはメンバーがいっぱいいるんですけど、今日は一人なのでその分深く私のこともお話できたらなと思っています。で、今日は、どんなことをお家でどんなことをしているかとか、私だけじゃなくてゲストの話とかも踏まえながらいろいろお話ししていきたいと思うので、ぜひ皆さんお家で飲み物とかね、お菓子とか、まあ、お酒とか何でもいいんですけど用意してもらって、一緒にこのサンセットタイムを楽しめたらいいなと思います。で、私は今大学1年生なんですけど、まあね、今この状況コロナがあるので入学式とかができなかったんですけど、やっと昨日ぐらいに大学のお友達ができまして、まあ会えないのでね LINE しかできないんですけど、 LINE とかあと SNS でつながったりしてやってて、まだねこのアイドル活動をしていることは大学の友達にバレてないみたいなので、なんかただダンスが好きな子、私ダンスをね15年やってるので、ダンスをただダンスが好きな子っていう風に思われてるんですけど、まあね、いつ私がアイドルやってるのがバレるかっていうのも、まあ、楽しみにしながら大学をね早く行きたいなと思っています。そう、私の受験スタイルがその入試スタイルが推薦だったので、なんかその面接だったんですけど、その時には1日でその初めて会った人にアイドルとかやってますかって聞かれて1日でバレたんですけど、やっぱりね LINE だとなんか全くバレなくて、なんか普通にどういう人がタイプなのみたいな女子会トークみたいな恋バナとかされるんですけど、そう本当にアイドルだから何もなくて、そこはいつも少女漫画でなんか聞いたような、あ、胸キュンの話とかをなんかいかにも自分の話かのようにしてて、これ大学の友達聞いてたら多分びっくりすると思うんだけど、まあそんな風に多分今はバレてないので、バレないようにバレないようにってのもおかしいけど、やっていくっていう感じで今大学を楽しんでいます。じゃあね、こんな感じで今日はお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは今日はこの曲からお届けします。サーチ大好きと
い、今回は新型コロナウイルス拡散防止に伴う自粛活動がまだまだ続いていること、ステイホームの取り組みなどについて話してみようかなと思ってます。先ほどちょっとお話ししたんですけど、今大学に、まあ、通ってはないか、まだ大学自体行ったことがないんですけど、大学生なんですけど、毎日授業をオンライン授業で受けています。で、パソコンを買ってもらって、パソコンでね授業をしているんですけど、やっぱりオンライン授業ならではのなんかアクシデントとかも結構あったりして、この間最初の授業の日に、先生がまあ喋ってるので、生徒はカメラもマイクもミュートオフにした状態で参加してくださいっていう指示だったんですけど、私がねちょっとそこをね見落としてしまってて、160人ぐらいいる生徒の中で私だけ顔を映した状態で100分授業を受けてみました。で、しかもね、ま、そんなんだからアイドルってバレないんだよって思う方もいると思うんですけど、本当に寝起きのすっぴんの髪ボサボサ状態のパジャマ姿で映ってしまってて、で、やっぱ友達もねいなかったんですね、当時一人もいなかったので、 LINE で教えてくれる人ももちろんいないし、孤独な状態で一人自分の顔を晒していました。でも本当に心優しい友達というのかな人ばっかりだったので、いじってくることもなかったんですけど、まあね、こういうアクシデントもあるので、大学生とかあとリモートワークっていうのかな、なんかオンラインとかでお仕事している方がいたら、ぜひぜひぜひ気をつけてください。で、私は最近大学以外ではマスク作りにハマってて、っていうのもマスクがね一時期すごくなくなっちゃった時期があって、私あんまりお家にマスクがなかったので、いやどうしようってなった時に布で作れるっていうのを TikTok っていうアプリで見つけて、マスク作りをしてたんですけど、私のおばあちゃんが普段から刺繍が得意で、でマスクもね作ってくれたんですけど、マスクに大きく私の名前さゆりっていうんですけど、さゆりっていう風に刺繍されてあって誰が、すごく嬉しかったの、すごい嬉しかったし、ピンクにね、私のメンバーカラーピンクなので、おばあちゃんはそれをね意識してピンクの文字さゆりにしてくれたんだけど、これは外でちょっとつけれないかなっていう可愛さだったので、まあ、コンビニにね行くときとかあんまり遠出しないときはつけようかなっていう感じで、で私自身は布、ランチョンマット、小学校の頃とかに使ってたランチョンマットを自分で縫ってみたりとかして、でマスク作ったりとかしています。で結構この自粛期間、ツイッターとかでアイドルさんがそのお菓子作りましたとか、なんかね、お料理作りましたとかね、そういう女子力高いことを挙げてる方が多いんですけど、私はね、やってないです本当に女子力高いなっていうことは本当にやってないんですけど、私があんまり料理を最近しないおかげで、中学1年生の弟がすごい料理が上手になっていて、お肉までこだわるようになったんです。で、なんか前までは、まあ、男の子、弟なので男の子なんですけど、全然ね、なんか料理とかもしないし、野球やってるんですけど、本当野球バカみたいな感じだったのに、今では私よりも上手に包丁を触れたりとか、食材にまでこだわるような女子力の高い弟になりました。私もね、ちょっと弟を見習って女子力の高い女の子になれたらなって思うんですけど、どうですかね、皆さんはお料理とかしてるんですかね。結構、まあ実家暮らしの方とかはお母さんが作ってくれるよとかあると思うんですけどね、一人暮らしの人とかは本当に今ね、お料理とかね大変だと思うんですけど、まあ一緒にお料理頑張りましょうって言ってみるやるかわかんないけど、まあ、もしやったら私の SNS であげたりするので、よかったらチェックしてみてください。あとはずっとお家にいるので、やっぱりお部屋が汚いとすごくテンションが下がるんですね。なのでお部屋の掃除を結構頑張っています。
でこの間断捨離、あの激しい断捨離今までで一番大きな断捨離をして、大きいゴミ袋のゴミがあの5袋ぐらい出て、本当お洋服とか教科書とかももういっぱい捨てて、今はねお部屋が綺麗になったんですけど、お部屋が綺麗だとね本当になんか心も綺麗になった気分になるし、なんかいろんなお勉強とかもそうだし、あとなんかこの服とこの服合うかなみたいなコーディネートとかも、まあ、やる気が出たりするので、よかったら皆さんお掃除もやってみてください。そんな感じかな、マスク作りとお掃除とお料理、お料理はやってないけどやってみたいということで、そんな感じで過ごしております。でメンバーとも、あのヨヨジョのメンバーとも連絡取ったりしてるんですけど、やっぱメンバーともね会えてないので、本当に早くメンバーにも会いたいし、ファンの皆さんにも会いたいし、とにかくねやっぱりライブがしたいという気持ちが強いです。で私の YouTube で一人で踊っているところを上げているので、よかったらライブね、友情ロスって方とか、アイドルのライブ行きたいのに行けなくてなんか寂しいなとか、そういう方がいればぜひ YouTube 見てくれたら嬉しいです。ってな感じで私の話をさせていただいたんですけれども、ちょっとねもうおなじみのような感じになっているのかなとも思うんですが、ゲストはこの3人に来てもらいました。こんにちは皆さん、私たちエレクトリックゼリーフィッシュです。はい、キクラゲの瀬戸ゆずかです。紫クラゲの通り恵美です。赤クラゲキララゆうなです。よろしくお願いします。はい、私たちは8月に、去年の8月にデビューした BPM 早めの楽曲を中心に活動しているグループですはい、今日はですねメンバーから3人お邪魔させていただいたんですけど、普段はですね5人で活動していまして、ピンククラゲの北条ゆめねと白クラゲの大久保ひなが、あとはメンバーにおります。よろしくお願いします。お願いします。もうずっとさ、最初の、まあ、25分ぐらい私が喋るっていうねことが決まっていたので、ずっとね見守ってくれてたんだけど、なんか遊んでた？なんかしてた？何してたの？似顔絵ごっこ。ねえちょっとすごい、ね、ひどいよ。ねえねえエミのさ、エミの描いたさ、ユズの顔が本当にひどいんだけど、ちょ、さゆり見て。私も描いた。見たい、ね、これさ、ラジオだから見えないか、見えない。なんかね、なんかユズの顔が、うん、顔を描いてるんだけど、ユーナもエミも鼻の穴が大きいのおかしいよ。特徴、唯一の特徴だ。私こんなに可愛く描いたのにおかしいよね、ほんとに。ユズの鼻がね、大きいのかどうか気になる人はぜひユズの写真を見に SNS チェックはい、で今私がどういう風に過ごしてるかお話ししたんですけど、ちょっとみんなにも聞いてみたいなと思うんだけど、ゆずはどんな風に過ごしてますか？はい、私はお家で料理さっきさゆりの話聞いてて思ったんだけど、なんか自炊してます。えらいこう理想のタイプすごい、なんかしなさそうに見えるけど実は結構、なんだろう、おばあちゃんとか、その家族、親とかにそのちっちゃい頃に料理を結構教えてもらってて、でも全然、なんか全然上京してからは全然作ってなかったんだけど、もう暇すぎて料理ぐらいしかすることがないえらいから、もう料理、毎晩料理作ってるのと、あとやっぱ何、映画見てる。映画、何見たの？なんかもう好きなものをずっとローテーションして見てるんだけど。なるほど。例えば、まあ、イニシエーションラブとか、あと、なんだろう、ヒロイン失格とか、全部見てる本当に、なんか好きなやつしか見なくって言うず。そうなんだ。本当に、なんかそれをローテーションして。好きなものは何度も見れるタイプ？そうそう、なんか同じ、ハマった食べ物とか飲み物とかも、もう全部一緒なの食べちゃう、飲んじゃう感じ。ちなみに、料理はどんなの作るの？料理は、なんかな、何が多いかな。あれでしょ、なんかよく写真毎回ね、ゆず上げてるけど、もうお酒のつまみみたいなのすごい作ってるし、ね、めっちゃ食べるよねそう、ね、一人の量が本当に多くって多分なんかね、しかもね、やっぱお酒に合うように作ってるから、味付けも濃いの、
大丈夫そうだからまあそんなでもまあおつまみ系が、まあ、あとご飯とちょっとおつまみみたいな、うん、なるほど前結構さあの結構前にさ、うん、食べたさあのゆずが作ってくれたあの、うん、卵焼きあめっちゃ綺麗な、はいはい、めっちゃ黄色でめっちゃ層が薄くてそうプロマジでプロ卵焼きね作るの大好き、うん、めっちゃうまいめっちゃ好き確かになんか遠征の時に、うん、あのさっきゆずが結構食べるって言ってたんだけど、うんうん、なんか遠征の時一人一個料理を頼んで、うんまあ、食べるって時に、うんゆずだけやたら食べるのも早いし残飯処理班みたいな、ね、なんか残ってるご飯をなんかあ、いけるよいつでもいけるよみたいな感じで待っててくれるからそう、ね、すごい食べるよね欲しがってるもんねなんかねえあの申し訳ないなって思ってえ、ねえゆず食べるって言ったらうんってすっごい嬉しそうな顔でそう大事でもいっぱい食べることがね大事だよね食べちゃう食べちゃうなるほどねありがとうじゃあ次はえみちん私はなん、うん、あのそれこそ映画もほとんどもう携帯触ってるか映画見てるかしかしてないんだけど、うん、他ので言ったらあの SNS にこの期間結構力入れてて、うん、あの TikTok をすごいお家で撮ってるで理由としては、うん、なんかもうあのまず SNS に上げる自撮りとかもないからないよ、ね、とりあえずあの、うんメイクをする口実が欲しくて、うん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 、っていうのもあるし、うん、こうみんなとも会えないから SNS 積極的にやろうって思って TikTok とかすごい撮ってるけど、うん、あのさゆりのね、うん、あれすごくない YouTube とかもそうだし、うん、すごいすごいやってるよねあれ自分で編集してるそうなんだよ、なんか4月あの毎日なんか予定を入れるみたいなやつ、なんかもう途中から自分プロデューサーなのかなみたいなレベルでそうマネージャーなのかなってぐらいで本当になんかスケジュール立ててたんだけどそう YouTube は編集やっててで最初携帯でやってたんだけどパソコン買ってもらってで MacBook Air 買ってもらったから編集しやすいだろうなって思ったらちょっとあまりにもねパソコンの操作が難しくて編集が本当できないもんだから結局携帯でそうやってるせっかく買ってもらったのにせっかく買ってもらったのに本当まあ勉強します携帯であのさゆりのちょっとセクシーなあのダンス動画とか見てめっちゃめっちゃ動きセクシーだよねあのねあのねって言っちゃったんだけどあのクラゲのみんなにめっちゃセクシーな踊りって言われるんだけど本当にそんな風に思ったことが一度もなくてうねりがセクシーだよすごいそうそうそう本当にだってクラゲのグループができるまで、うんまあ、友情だけだったじゃん、うん、で友情のファンの中でもそんな風に言われたこと一度もなかったから、私たち絶対言うよねクラゲみんな見る目ないねあのセカンドチャンスっていう曲がそうそうそうあそこでしょ感想のところ感想の部分私が振り付けしてて、うんうん、で私ガールズヒップホップが好きなので、うんうん、結構まあそれこそセクシーな振りだったり女の子っぽい振りが多いんですけどそこをね見抜いてくれたのが初めてだったそうなんかあの友情の、うん、あのライブをこうたまに対バンとかで一緒の時に、うんうん、後ろでクラゲがわちゃわちゃ見てる時あるんだけどその時もあのその時だけおーさゆりさゆりセクシーセクシーもうみんなで言ってる、うん、みんなで言ってるなんなら欠かさずね毎回言ってくれるから今日もセクシーだったよ確かに確かに言葉包んで言ってるけど、うん、セクシーだったよめちゃめちゃセクシーだよ、うん、あれはありがとう本当にでも私もあのエミチンの TikTok、うん、めっちゃ見ててあのチャイナ服の見た あれはもうね足がエチチチチって感じそうだねなんかチャイナ服ってタイトなんだねすごい初めて来たけどすごい思った以上に、うん、タイトだったし、うん、すごい、うん、短いよね短かった、ね、確かにそう今セクシーって言われて思い、ね、思い出したんだけどそれこそセクシーだったよ本当に色が白かった、ね、本当に白い本当に色白だよ ねなんかメンバーにチャイナ服着たのをこうグループの LINE でパッて送ったら、うん、なんか可愛いって言って欲しかったのね本当は白いって確かに白かったそうそうクラゲって、うん、自分の自撮りとか動画とかを、うん、いやそれユズだけだよえそんな待って待って待って無意味にみんなねあのクラゲのグループに送っていくのいや私送ったことないあないっけユズだけだよそんなのいるよねなんかさ自分がやることをさ、うん、みんなやるんですよって言っていつも言う巻き込み型巻き込み型クラゲみんなやってるあみんなやってるんだやってるやってる
日やってるよ誰かやってる すごい喋り方おばさんマイクも握っちゃって面白い。でもね、仲良しだね、本当に。なんかあの、ゆずと、うん、あのエミが、うん、あの家が徒歩圏内だから、うんうんうん、ね、うんうんうん、たまにね、そう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 、この期間もあったりしてたけど、あのカレー作ってもらったこともあるし、あ、そうだね、この期間じゃないけどね、うんうん、で、エミこの前ゆずにオムライス作った。あ、ワンワンオムライス、どうだった美味しかった。美味しかった、当たり美味しかった、うん、バターライスだった。バターライス、通り家の、うん、オムライスは、うん、その中がね、ライスがね、うん、バターライスでね、初めて食べたんだけど、いい、バターライスのオムライス、うん、赤くない、あのケチャップじゃないってこと。そう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 、ケチャップライスが苦手で、へぇ、そうだな、美味しかったで、一生懸命作っとるのに、うん、横でなんか三脚立てて、TikTok でこうやって踊ってて、やってたのそう、なんかゆずのお家、うん、全身で撮るところがないの、スペースがね、ほんと一人暮らしだから、うんうん、ないから、あのエミン家に行った時にここぞとばかりにその三脚をちょっとした廊下があるから、あ、そうそう、ちょっとした廊下で、うんうん、あ、え、ここ全身撮れるスペースじゃないって思ってエミ作ってたから、まあ、応援の気持ちも込めて、うん、そう踊ってた、あ、応援の気持ちがあったみたい。その後にあのケチャップをね、お使いに行かれたからケチャップがそういえばないって言い始めて、うん、で、ゆず何もしてないからすごい罪悪感に駆られて、買いに行く買いに行くケチャップ、それで島根って書かれた、そう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 見た見た、島根って、そう、島根県出身なんだよね。で、みっちんが福岡、そうだよね、何福岡、福岡福岡、福岡、そう、なんかね、なんか、うん、なんだろうね、福岡と島根県ってさ、そんなにさ、うん、距離ないんよ、めっちゃ近いんだけど、うん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 、なんだろうね、このなんかすごい島根のいじりがね止まらメンバーみんな止まらなくって、だって田舎だからさ、あ、そういうこと言ったら失礼か、ほらほら、多分島根県が田舎というよりも、うん、ゆずの地元だけそう、まあ一応福岡は言うて五大都市の中入ってるからちゃんと、え東京からこんな遠いのにそうでしょ、うん、あのドームあるから勝ち、あ、確かに、いや、待って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 聞いて、島根県にもドームあるよ。あ、そうなの、木造のドーム、い、出雲ドーム何するの、出雲ドームって、アーティストさんとか来る、体育祭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 高校の体育祭とかそこでしたりする。でもおしゃれじゃない、なんか木造ってなんか、そうだよ、それだから優しい、優しいねじゃ私はさ、島根県の人をあのね、うん、フォローしたい島根県が田舎じゃない、そう、うん、結構田舎、うん、でもこの島根県の島根が田舎っていうよりかはゆずが、うんうん、ね、あの田舎を醸し出してるから実質ゆずが悪いから島根の人はゆずに怒った方がいいと思う、本体本体がねでも確かになんかゆずって、うん、あのおしゃれだし全然その田舎っぺっていう感じはしないのに、多分喋り方とか、あの対応の仕方、うん、なんか例えば話しかけた時も、うん、あら、そんなのみたいな、なんかそのねおばあちゃんみたいな、そう、おばあちゃんみたいななんかあれだよね、うん、人に対するあの感じと、うん、あの犬に対する感じと赤ちゃんに対する感じが全部同じだから確かに、うん、確かに確かに、あの犬がいたら、あにゃ、かわいいね、あにゃーって言うし赤ちゃんがいたら、あにゃあにゃ、ばあーって言うしうちらにも、眠いな、眠いな面白い、言ってくる本当に面白い、なるほどね、おばあちゃんたまーい、面白いね。でも一人暮らしだから、うん、やっぱね、料理はね、大事だね。そう、なんか、うん、料理はね、やるよ、やるね、おやみで、えみちもオムライスちゃんと、オムライスは久々に台所に立って作ってそう、それ以降、あ、でもお肉焼いたかもおぉ、えみなんかあんま自炊してるイメージない、全然、あ、そうなんだ、またね、食べにおいで、はい、ね、ゆうなは、あ、なんかゆずがゆずが MC になった俺もそろそろ行こうと思ってたから大丈夫、うん、ベストタイミング、いや、まあでも私もね、うん、ずっと家にいてなんか、まあ、私も結構自炊するけど、でも基本外に 、うん、出たくなくて、うん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 、そうだから食べ物とかもなんか3日分ぐらい買い溜めて、そう家にあってって感じで、うん、今ちょうどね、あのなくなり期っていうか、あの冷蔵庫の中身カラカラ、うん、カラカラガラガラキみたいな感じで、あの納豆かけご飯とか、あ、美味しい、キムチ丼とか、いい、すごいさ、健康的な食事してるよね、写真見たら、うん、そう、なんかそういうのしか今ないから、ちょっと買いに行きたいなみたいな時期、そう、ね、うん、ちなみに今日は何買って帰るの、今日、うん、あ、今日は、ま、あのそのオムライスを、うん、そう作ろうと思ってて、そう、卵はある、卵とケチャップはあるから、うんうん、バターライスにしな、バターないんだよね、マーガリンしかない
いいよいいよ、ケチャップライスにしな。一回ね、このままオムライス作ろうと思って、うんうん、あのウインナーと玉ねぎを炒めたの、はいはい、そしたらご飯炊いてなくて、そうでしょ、炒めて気づいた。そう、炒めて、うん、卵も溶いてあった後に、あ、ご飯炊いてないってなって、致命的なミスだよ。問題だ、うん、問題だ。 そしたらね、あのレンチンするご飯があって、そう、助かったんだけど、ね、それは助かるわ。そう、そんなこともあった。まあ、あとは、うん、あのインスタをね、全然動かしてなかったから、うんうんうん、毎日1個は投稿しようっていうことを頑張ってる。うんうん、あのさ、ちょ、似顔絵続けるのやめてもらっていいね。今、エミちゃんがもうね、もう悪意しかないもん。似顔絵に悪意しか感じ、目も怖いよ、なかなか。なかなか怖いけど。でも、ゆうなの SNS も私もちゃんと見てるんだけど、ちゃんと見てるっておかしいんだけど、結構みんなの SNS 結構見てて、うん、あのゆうな、あのグッズ販売とかやってるじゃん、うん、それでなんかそのまとめ買い特典みたいなのでなんか作ってるじゃん。すごいよね、あれすごいよね、器用、本当に。 そんなでもなんかみんなめっちゃ褒めてくれるからね、めっちゃあれなんだけど、そうなんかめっちゃ小学校ぐらいの時から工作めっちゃ大好きで、でもそれを披露する場所ってなんか小学校の時はあるけど、もうないじゃん、うん、そうね、うん、来たと思って。確かに。いや、本当に上手だしね、センスの塊だなと思って。あれもらった人嬉しいだろうね。嬉しい、ありがとう。だってあれ欲しいってさ、メンバーとかもさ、うん、コメントしてたよね。あ、証明書、そう、ファン証明、キララユーナファン証明書欲しいって言って、うん、そう言われたけど、あげてない、あげてない。あれ結構大変。あ、まあ、大変ってことはないけど、やっぱり1万円分の商品を買っていただかないと証明書は発行できないっていう、うん、確かに。あ、なるほどね。頑張りなよ、エミちゃん。頑張りなよ、ゆったん。ゆったん、頑張れ。みんなで投資しないと。エミ、あれ欲しい。あの、さゆりんごカードが欲しい。あれ、さゆりんごカード。さゆりんごカードって何なの？ あれね、トランプなんだけど、あの、そのさゆりんごカードを持ってる人だけでできるゲームとか、あと私が今18歳で、あと少しじゃないけど20歳になった時に、例えばなんかオフ会みたいな、うん、やったらそのカードを使ってちょっとお酒飲みながらゲームとかできたらいいねみたいな、トレーディングカードみたいなもん。トレーディングカード？あー、あ、なんかもうセットで1個なの、それともなんか何が出るかお楽しみみたいな。そうそうそう、あの2枚で1000円っていう風に売ってたから、何が出るかはお楽しみ。あ、じゃあ集める楽しさがあるやつね。そうそうそう、8月だっけ誕生日。そう、8月誕生日。なんかすごい覚えて、あのデビューして、うん、あ、直後のライブがさゆりの、あの生誕で、うん、あのまだ全然絡んだことなくて、うん、森山さゆりさんあの生誕祭に参加させていただきますって優奈が言ってるのがすごい。私言ったっけ。そうだよ、めっちゃ汗かいてたし、めっちゃ髪だし、森山さゆりさん、芸術女子音楽院の森山さゆりさんみたいな。すごい、今じゃもう ね考えられないぐらいの。懐かしい、覚えてないんだけど。あ、でもあの時初めてツーショット撮ったかも、うん、みんなと。確かに、うん、撮ったっけ。撮った撮ったの覚えてる。忙しくてさ。そうだね、私撮った誰とも。いや、撮ってたと思うよ。メンバーとは撮ったけどさ、うん、その友情…え、なんかさゆりが話しかけてくれて、うん、なんか一緒に撮ろうみたいな。えぇ、ー、こっちもめっちゃさ、大先輩みたいな感じでめっちゃ楽しかった。そうそうそう、ありがとうございます。緊張、緊張。ゆうなが私との自撮りをね、載っけてくれたやつ、うん、ツイッターね、もう文面がなんかもう本当に、あ、先輩みたいな。じゃ、さゆりちゃんが写真撮ってくれました、かわいい、顔小さ、てんてんてん、わら、みたいな。よく覚えてる。よく覚えてるね。なんかね、かわいいね、昔のね、ツイートとか見たら面白いよね、すごい。そうだよね、写真とかね。金髪の時期あったよね、えみちね、懐かしい。なんかヨヨジョとのさ、みんなで撮った写真となんかこう、お互いの距離感がさ、ねね、ちょっとまだ何かを探ってる距離感がね。確かにね。いやー、もうほんと1年、もうちょっとで1年早いね、ほんとに。そうだね、一応なんかその姉妹グループじゃないけど、うん、先にヨヨジョがあって、うん、そこにね、クラゲちゃんができたんだけど、うん、そうだよね。でもなんか多分グループのジャンルが全然違うからこそ、ね、両方好きなファンの方とかも、ね、確かにいるし、なんかあんま比べられるとかも全然なくて、違うもんね、ね、なんかグループ同士でも仲いいし、うんうん、ファンの方同士でもね、なんかどっちも好きって方がいて嬉しいなって思う、ね、楽しいよね。そう、あのね、私時間をね、あと10分喋ろうって決めてた時間がさ、うん、あってさ、普通に勘違いして、うん、10分巻きでみんなに今声をかけてたの、確か。だよね、みんなに多分早く呼んでたのかと思った。そうそうそう、なんかもう、うん、話尽きたから、いや、なんか、
すごいね、厳密な話をするとね、15分ぐらいに、あ、本当25分にみんなを呼ぶって予定で、うん、そう、私もう15分だと勘違いしてて、あ、で、やばい、あと5分みたいな思いながら喋ってたのに、あのみんなの話が面白すぎて、よう喋る、本当にクラゲは、本当にね、クラゲちゃんコミュ力高い、助かった、なんか10分、この10分だよ、すごくない？いやもうね、いやでも MC 力もあるよ、いや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 、もう助けられてる、本当にありがとう、助け合い、あのね、何それ、CM みたいな取り組み、そう、なんかね、ヨヨジョ？あの、ヨヨジョの話もちょっとしたいなと思って、うん、クラゲちゃんも本当に仲いいし、ヨヨジョも結構そのグループ LINE とかで時々話すんだけど、ヨヨジョはやっぱあの学生がまだ多かったから、うん、そう、結構ね、あの学校の話とか今まではしてたのに今学校がないから、うん、そう、だからね、本当はちょっとみんながどんな風にヨヨジョのメンバーも過ごしてるかを聞いた上で今日ラジオに来ればさ、うん、ちょっと好きな愛してるよとかさ、なっちゃん愛してるよって言えたんだけど、ちょっとね、今あの私 SNS で探った上での、うん、まあ、考察なんだけど、うん、多分ね、なっちゃんはね、めっちゃゲームにハマってるっぽい、すごくゲームにハマってるっていう風になんかツイートしてて、うん、で、月菜は、あ、月菜はでもクラゲのみんなの方が私よりも連絡があってはいるかな、ね、事務所的な意味で、そうだよね、なんか鬼滅の刃にハマってる印象、そう、アニメにハマってるらしくて、ね、なんかこの前あの撮影で会った時に、うん、なんかすごい開封してたなんかカードみたいなやつを、してたね、それさ、なっちゃんもさ鬼滅ハマってるからさ、 ね、絶対ね、鬼滅トークハマってる、そう、私あの鬼滅の刃は1話だけアニメ見て、うん、めっちゃ泣いたの、で泣き疲れて2話に行けなかった、あれもうなんか泣き疲れて、まあ、すごいね、私もみんなが見てるから私も見てみようって思って、うん、見たけど5分ぐらいでやめちゃったから、うん、でもみんながそんなに面白いって言うからちょっと ね、見ようかなと思って、ね、面白いんだろう ね、 そうそうね、ちょっとみんなのね評価がちょっと高すぎたからね、そう、そう、そうで、あっこもなんかあの事務所の方でやってるなんかツイート、うんうん、なんかあーやってるね、土曜よどよよよみたいな、ねねねね、そう、動画出してるよね、そうそうそう、とかね、私も YouTube とかやってるので、ぜひクラゲのメンバー、うん、そして今日出てないね、あのひなちゃんと、うん、ゆめちこの2人も込みでね、ぜひあの SNS とかチェックしてもらえたらなと思います、はい、はい、ではここで聞いてもらいます、エレクトリックジェリーフィッシュでバースデーラッシュ、だって今月準備が重すぎるんだ。
今ねあのクラゲちゃんの曲を聴いてもらったんですけど、やっぱりねクラゲちゃんの曲を聴くともうねテンション上がるし早くライブしたいなっていう気持ちになるね。本当に本当にしたいよ、ね、本当に止まらない動きが、うん、みんなずっと踊ってたんですけど、今からねちょっと東京の非常事態宣言が解除されたらどんなことをしたいかっていうのをねちょっと聞いていこうかと思います。じゃあゆずから。はい、東京のね非常事態宣言が解除されたらね何笑ってんのそんな喋りしかったんだよもうとりあえず、うん、またこれみんなだと思うんだけど本当に早くライブがしたい、うん、したいね本当に、うん、もうね家でさ踊っそう家で踊っ昨日も踊ってたんだけど、ゆず、うんうん、のね家一人暮らしだから、まあ、狭いの、うん、だから踊こんなバーって手動かすとなんかベッドとかに手がガンって当たっちゃうの、うん、痛い痛いの本当に昨日怪我しないでねなんか踊ってるって報告が来たから怪我しないでねって送ったのにさ、うん、ダメじゃんぶつけてるそう本当にだから、うん、もう早くねライブしたい。したいね。あとまあ個人的に言ったらカラオケに行きたいかな。わ、本当に行きたい。そうだね、わかる。めちゃくちゃカラオケに行きたくて、まあお風呂では大熱唱してるんだけど。ね、本当にあのカラオケの何アプリとかあるじゃん。あるね。ゆうなに教えてもらったんだけど、それインストールして。寝る前に歌ったりやってる。でもそれじゃ足りないよね、うん、なんか違うよね、マイク通して歌うのと、ね、本当にかな、その2つかな、本当に早く一緒一緒みんな一緒だよ、じゃあエミっていうのは。エミは、うん、まあ、そのライブがしたいっていうのはもちろんだけど、うんうん、あのやっぱりこの期間そのオンライン特典会とかでたくさんファンの人と話す機会はこう設けられてるけど、うん、やっぱファンの人とこう交流できるようなこと、うん、あのオフ会とかも延期ずっと何回も延期になっちゃったりしたから、うん、それをこうみんなで安心してできるようになったらいいなっていうのと、うん、まあ、個人的には本当になんかもうどこも行けないから、うん、とりあえずなんかなんだろう、まあ、例えば江ノ島行ったりとか、なんかすごいリフレッシュできるような外でこう、まあ浅草とかすごい食べ歩きがすごい好きだから、ね、去年ゆうなと浅草ね、そうそう、一緒に行ったけど、行ったりとか、あとはディズニー行きたいな、うん、ディズニー行きたいな、ちょっと待って行きたくなってきちゃった行きたいんだけど、多分言っちゃえばもういろんなとこ多分行きたくなっちゃうから、めちゃくちゃ行きたい、ね、まあ、夢はね膨らむね、本当にねじゃあゆうなはそうね、私もその、うん、やっぱライブとか京都あの、うん、オフ会とか、うん、撮影会とかがねクラゲで早くねできるようになればいいなって思うのと、うん、またそのさっきエミがその遊びに行くって思い出したけど、なんか前浅草行った時になんか抹茶のクレープが食べたかったんだけど、うん、それ結構並んでて、うん、食べれんかったから、 それをあのクラゲみんなで遊びに行ってリベンジしたい。リベンジいいねいいね、涙出るわ、そんなびっくりするぐらい、あのちょっと並んでるとかじゃなくてもうすっごい並んでたよね、うん、すごい。でもさ、これもっと並ぶんじゃない？あ、確かにね、だから絶対カラオケとか絶対混むよねっていう話ですね。早朝から行こう、早朝から早朝からガチでガチでいいね。でも多分ね、みんなやりたいこといっぱいあると思うんだけど、私はあのオンライン特典会っていうのをやってなくて、うん、私からの一方的な発信、うんうん、そう配信だったりとかっていう感じだから、ちょっとね、あのファンの方の声を本当に聞いてなくて、うん、そうだからみんなの声が聞きたい、顔が見たいみたいな感じかな。そう、あとおばあちゃん家に、うん、あの5年ぐらい行けてない、うん、福島にあるんだけど、そうやっぱお仕事始まったとかもあるし、弟の野球で忙しいとかもあって行けてないからね、あのおばあちゃん家行きたい、ね、おばあちゃん会いたい、ね、地元にもね帰りたいし、そうだよね、遠征とかもね行けるようになったらいいね、なんか今まで当たり前にやってたことがさ、こんなに ねすごいね、あの価値のあるもの、ね、なんかライブたくさんできてたけど、うん、それがね当たり前じゃないんだなっていうのはすごいこの期間実感します。なんか1日3本きつーみたいなさあのセリフがさないじゃん、ね、ないね、まあね、あのきっとね、あのいつか1日3本
4本5本忙しい日がまた来ると思うので、うん、その日までね、あの頑張りましょうということで、はい、じゃああっという間に終わりの時間がやってきました。ちょっと感想をね、ちょっと簡潔にお願いします。じゃあゆずから。はい、あの今日ラジオを出演させてもらった2回目だったんですけど、うん、やっぱ喋るの本当に楽しいねみんなでこうやってね会って喋るのが、うん、最高って感じで、ね、以上ですありがとう。はい、あのエミは、うん、あのまあ、今回あのクラゲが出させていただいてる時ちょっと、うん、毎回全部出れててでだからまた次回もあの出たいなって、ね、機会があったら出たいなっていうのと、まあ、さゆりと、うん、さゆりは本当に久々に会ったから、うん、久々あの それも本当良かったなって思うし、ありがとう、ね、ちょっとでもこうやってみんなと話せてよかったです、うん、ありがとうっていうな。はい、私もねこれ出るラジオ出るのは2回目なんですけど、うん、そう最初の時はねやっぱりお客さんいて、うん、それ楽しかったから、うん、まあね、今日はいなくてちょっと残念ですけど、うん、また次出させてもらえるときはちゃんともう、そうコロナが収束してますようにって思いました、うん、はい確かに本当にね早く皆さんに会える日を楽しみにしています。それでは最後にこの曲を聴いてください。ドリームストーリー。
今友情のドリームストーリーという曲を聴いてもらいました、今日はねこの友情の番組にクラゲの3人が来てくれて本当に心強かったし、久しぶりに会えたのですごく嬉しかったです。私自身メイクするのも本当に久しぶりで、イヤリングとかおしゃれするのも久しぶりだったのでね、本当に早く皆さんに会いたいなという気持ちが強く、さらに強くなりました。でもね、もう少しの辛抱だと思うので、皆さんね、いろいろやりたいこと、したいこといろいろあると思うんですけど、もうちょっと我慢をして、おうちステイホームをして、ぜひ健康に過ごしてもらえたらなと思います。本当にね、今日はゆずとえみとゆうな来てくれてありがとう。楽しかった。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、次回は5月18日月曜日、ここクロス FM で17時から公開生放送でお送りします。 88.5MHz で聴けるので、あ、ね、5月18日はトゥデイ、今日だね、今日だね、第3月曜日なので、うん、6月になりますね、はい、次は6月なので、ぜひ皆さん 88.5MHz で、聞けるのでぜひ聞いてください。 1,2,3,6月15日かな、第3月曜日、はい、6月15日月曜日、またここで会いましょう。次回はね、公開生放送が復活してるといいなと思うし、本当にコロナに負けず皆さん元気に過ごしましょう。いっぱいね話したいこともっとあるので、このラジオで話せなかったことはそれぞれメンバーで配信とかやっているので、もっとみんなの声が聞きたい、お話が聞きたいっていう方はそういう配信にもぜひ遊びに来てください。皆さんご視聴ありがとうございました。バイバイ。みんな手洗いうがいをしっかりと、そうだね、あとはなんだ、マスクをしっかりと、はい、ぜひしてください。まあね、みんなで元気になったらバーベキューとかオフ会もして、ディズニーも行こうね、みんなで、みんなで行こう。ほんと楽しみなこといっぱいなので、ね、みんなにも会いたいので頑張りましょう。頑張ろうね。ステイホームだよね、流行ってるね、3密を避けて、バイバイ。